い、ちょっとこれはバスケットボールもいいけど、ターンテーブルにぶつけて壊したけど、この人たち。今ですね、バスケットボール練習したらね、ターンテーブル壊しました。マジで壊した、こいつ。壊したのは誕生日を迎えたばかりの KT です。ひどいです。この男です、この男。ちょっとサーディスブーって。あ、電話しましょう。あの、ボールあげますから KT 投げてください。どうぞ。さあ、それでは僕は危ないです、ここにいるの。皆さんに説明しましょう。今から、出題をするのはこの4人です、ね、もしもし、 もしはい、TBK テレビです。見てました。見てましたか。はい。あ、ということでですね、お名前どうぞ。佐々木雅子です。佐々木雅子ね。はい、佐々木雅子はメッセージがあるんだよね、絡みバドに。ん、メッセージはないの。ある。あるでしょ。 KT お誕生日おめでとう。ハッピーバースデー KT。 ありがとう。どうもありがとうございます。あ、ということで、日本とアメリカの間に言葉はいらない。あの、気持ちが通じればいいんです。ということで、佐々木、はい、これからやってもらうよ。はい、絡みバットに問題、はい、当たると6000円ですから。さっき僕の友達のね、あの、田村が苦労して稼いだ3000円、君にあげるかもしれませんからね。もらっていいんですか。え、もらっていいんですか。もうどうぞどうぞ、もらってください。ということで、まずあなたにはですね、フリースローゴール当てクイズ、これに挑戦していただきましょう。絡みバットの4人の共通の趣味は、さっきから話が出てるバスケットボール、はい、ね、ということで、そこで今日はメンバーの4人にそれぞれ2本ずつフリースローをやってもらいます。その練習でさっきターンテーブルが1台犠牲になりました。合計8回のフリースロー、1人2本ずつですから、合計8回のフリースローで何本ゴールするか、答えを3択で、当ててください、はい、いいですね、はい、まず1、0から2本、はい、ね、ほら失礼だよね、絡みバットに。0から2本っていうのは好きだって言ってるんだからさ、バスケで。2、3から5本、はい、これも失礼でしょ、佐々木、うん、3から5本も失礼だよな、うん、で3が6本から8本、うん、これは無理でしょ。無理無理でしょ、これは。なんでやっぱりね。ということで、この3つのうちから答えていただきますけれども、どれ、1、2、3、真ん中を取って3から5本の2。3本から5本が正解と、成功すると。そうです、ね、ということで、じゃあその4人に一斉に今からやっていただき、一斉にじゃねえか、順番にやっていただきますけれども、3本から5本ということです、栗原。さあ、それでは行きたいと思います。1人2本です。1人2投してください。 OK、 はい、じゃあ1番誰ですか。バースデーボーイ。バースデーボーイということで、1投目。さあ、そしてゴールを狙いましたが入りません。ダメです。はい、佐々木まず1本ダメだ。おっと、ダメです。はい、ということで、まず KT はゼロでした。さあ、続いてマーク、いきます。おっと、派手なアクションでパフォーマンスをして、第1投ダイン。ダメですね。さあ、1投目は失敗です。そして第2投、あー、ということで、絡みバット大したことないですね。何度もマークも失敗した。そして3、1投目、1投目失敗です。さあ、2投目、あー、ちょっと、どこ失敗したんだ。だんだんイライラしてきましたね。さあ、行きましょう。ブライアン、ブライアン、ちょっと顔がマジだと、絡みバットの面目をちょっと待ってください。ブライアン、入んないとこれゼロになります。そうです、全滅です。Come on, Brian, come on. Come on.さあ、ということで、ゴール数は1ということです。以上、こちら、センターコートからお送りしました。危ないっつの。あ、危ないっつの、あんたら。ただの遊び場と化しております。ただの遊び場と化しております。あんたら危ないっつの。それではですね、一応、あ、ステージに戻ってください。佐々木、はい、佐々木ほっとかれてるよ、佐々木。はい、ということで、君残念ながらアウトでしたけど、はい、絡みバットに直接おめでとう言えたから、まあよしとしてください、はい、また見てね、はい、危ないよ、集合集合、あんたたち危ないよ、ちょっと大変です。はいはい、そこそこ。はい、オッケー。はい、ということでございまして、
ライブ情報です。なんと9月にもう一度来日してコンサートをやるということなんですが、このインフォメーションは誰がしてくれますか。真面目にやれよ。Be serious, he's saying. All right, we'll be back in September. We're gonna do our shows in Tokyo, Nagoya.And Osaka with a live band. Live band, live vocals, a lot of dancing. And just gonna have a fun time, party.9月にまた来日、日本に来日するんですけれども、東京、名古屋、大阪で来日コンサートやります。でライブバンド、今度はバンド連れてくるので、踊りアリムの世界でね、とっても楽しいライブになるので、皆さんぜひ来てください、ね、噂によると東京の方はもうとっておきのジャズスポットでやるというふうに聞いてます。うん、それはね、こっちからの情報で入ってるんで、多分ライブをやるところはすごくいいところなんで。東京ではね、まずはどこのライブショーでやるのか分かんないんですけれども、大阪ではブルーノートでやるっていうことは確定してるんです。大阪の方か。僕のじゃ勘違いです。Oh, that was this mistake. OK。OK って勝手に言ってますけどね。じゃあどうしよう。これ。それではですね、テレビの前のカラミバトファンにプレゼントです。はい、こちらのカラミバト、これリュックサックかな？バッグですね。これを3名の方にプレゼントです。ご希望の方はハガキでお申し込みください。ご覧の宛先、ちょっとこれ誰か背中にかけてみて。ロケットブライアン、ちょっと背中にショルディングしてください。You want me to model it? はい。まあ、モデルになるんですね。うん、そうです。なんと彼らですね、8月にはセカンドシングルも出して。いいですね。おしゃれですね。バッグが生えて見えますね。いいバッグ、ナイスなバッグですね。はい。じゃあこれかけてもらったままですね。じゃあ最後ファンに一言メッセージをどうぞ。I want to say thank you very much for all the support. It's taken us 2 years to make this CD. It's all for you. We'll be back here in September. So God bless. Much love. Yes.皆さん本当にね、サポートどうもありがとうございます。 CD ね、2年間かかって作ったんですが、もう今回はすごく頑張りました。9月にまたライブコンサートで皆さんにお会いしましょうということで、ね、どうもありがとうございます。カラミバトね、ノリノリです。さあということで、今晩のゲストはカラミバトでした。 Thank you. Thank you very much. Delicious break.